ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスターベーストイッシュビクティニと黒木英雄ゼクロム白木英雄レシラム劇場版ポケットモンスターベーストイッシュビクティニと黒木英雄ゼクロム劇場版ポケットモンスターベーストイッシュビクティニと白木英雄レシラムは2011年7月16日に公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版 第14作目の作品。今作から、ブルーレイ版には、SBMV エクステンドが採用されている。タイトルは当初、ビクティニと黒木英雄と発表されたが、後に、ビクティニと黒木英雄ゼクロムが、正式タイトルと発表された。その後、ビクティニと白き英雄レシラムのタイトルが、新たに公表され、ビクティニと黒木英雄ゼクロムと、 ビクティニと白き英雄レシラムの2作品が同日公開されることが発表された。前作、幻影の覇者、ゾロアークでは、エンディング後に、ゼクロムとレシラム、ビクティニが登場するシーンで予告されている。時系列上では、BW の第34話から第39話までにあたる。2002年、水の戸との森上ラティアスと、ラティオスから2010年、 現影の覇者ゾロアークまで9年にわたって続いていた劇場版で主役となるポケモンはそれまでゲーム版で公開されていなかった初登場のポケモンという慣例が一旦リセットされ発表済みのポケモンであるゼクロムとレシラムが正式タイトルに組み込まれたビクティニと黒き英雄ゼクロムとビクティニと白き英雄レシラムは 基本的には同一のストーリーであるが、以下のような変更点がある。舞台となったアイントークのモデルは、フランスの絵図である。本作では、従来の作品でアニメーション制作を行っているオルムに加え、プロダクション IG とゼベックとの共同制作となっている。また、過去の作品の劇ともは一貫して、宮崎新人が担当してきたが、黒木英雄ゼクロムでは、 宮崎ではなく、ただ明文と沢口和彦が担当している。基本的なスタッフは、例年と同じである。今作品では次回作の予告はなく、同時上映のタイになっている作品の宣伝と、ポケモン復興支援、ポータルサイト、ポケモンウィズユーポケモンはいつも君と一緒マイナスの宣伝だけに止めている。全国351スクリーンで公開され、 2011年7月16から18日の初日3日間で、公衆8億2630万6800円、動員78万9140人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。ピア初日満足度ランキングでも、第2位と高評価されている。また7月15日までに販売された2作品の前、売券が、 19日までの集計速報値で、ギラティナと氷空の花束シェイミより5年連続で200万枚を突破している。最終講習は2011年度興行収入法が第2位の43.3億円。本作の前売り券に付属する引き換え券で入手できるポケモンはビクティニであり、4月16日の前売り券発売と同時に引き換えが開始された。このビクティニは、 特別に覚えている v ジェネレートのほか、通常では、レシラム・ゼクロムそれぞれのみが覚えるクロスフレーム、クロスサンダーを覚えている。また、映画館でのワイヤレス通信では、ポケットモンスターブラックには、ゼクロム、ポケットモンスターホワイトには、レシラムが配布される。なお、七夜の願い星ジラーチ以降、前作まで、ロケット団のムサシ、小次郎、 ニャースが担当していた予告 CM における前売り券の宣伝が今作ではデントとアイリスに変えられた。2012年7月12日のテレビ地上波放送では諸事情で2作品のどちらか1作品のみを放送することになり、その投票をアニテレ公式サイト特設ページでの得票の結果によって決定されることとなった。投票結果は白き英雄。 レシラムが130万255票、黒木英雄ゼクロムが98万9305票となり、白木英雄、レシラムが放映されることになった。黒木英雄ゼクロムは、テレビ東京では8月10日の13時25分から放送。かつて大地の民の王国として栄えていた、大地の県と呼ばれる城を中心にした町、アイントークに訪れた、サトシたち。 アイントークの収穫祭記念バトルに参加した、サトシたちは、不思議なポケモン、ビクティニと出会う。そこにビクティニのパワーで大地の剣を動かそうと企む、大地の民の松江ドレッド・グランギルが現れるが、その影響は、アイントークに、かつてない異変をもたらすのであった。オープニングテーマを、松本理科が単独で担当したのは、水の戸の守護神、ラティアスと、ラティオス以来である。 また、エンディングテーマを、エーベックスのアーティストが担当するのは、ルギアバクタンで担当した、アムロナミエ以来である。月刊コロコロコ,ロコミック2011年5月号より、連載。作画は前作に引き続き井上桃太が担当。小学館ジュニアシンデマ文庫より2011年8月12日に、発売。著者は水木島が担当。ありがとうございます。